こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、3本シリーズの動画の3本目でございます。前回前々回の動画はこちら見てください。前置胎盤、低置胎盤の説明が1本目です。で、2本目が前置血管、ね、前置胎盤、低置胎盤に付随して起こりうる異常、前置血管の説明でした。で、3本目は副胎盤について語りたいと思います。頑張らんでええです。適当でええです。 Get my life color. You get my life color.そもそもはですね、私のところに届いたお便りが原点になってるんですけども、あるママさんが第一子を産んだ時に前置胎盤だって、胎盤の位置がこの低いっていうね、通常胎盤っていうのはこの辺につくんですけども、それがこう低い位置についちゃうっていうね、前置胎盤で、それにプラスへその緒が通常はこの胎盤の中央から出てて、ずっとこう赤ちゃんのへそにこうつながってるんですけども、これがこの赤ちゃんの頭よりも下、ここを通っているへその緒がね、ずっとでおへそにこうつながってるってね、こうなるとこの子宮の入り口と赤ちゃんの頭の下に血管が通っている、この前置血管と言われるものは、なんかお腹が張ったりとか陣痛が来たり破水したり、子宮のないやつがぐんと変わった時に、この頭が子宮口の方をぐんと押してくるわけですよ。この前置血管があると、その圧の変化でこの血管が赤ちゃんの頭で押される。もしこの血管が弱くてプチって切れたらどうなるかっていうね、はい、こういうことが、この胎盤の位置が高ければ、高いところからへその緒出ててもこの下をくぐるっていうことはないんですけど、胎盤もともとついてるものが低いからゆえに、この低いところから出てるへその緒だから、この前置血管っていうものが起きやすい、ね、これも最大の異常と言われてるんですけど、私12人目の時にまさしくこの前置胎盤では、まあ、低置胎盤、私はね、この内子宮口から2センチだけ上にあったんですよ。かかってはいなかったんですけど、まあ、限りなく低いっていう低置胎盤でした。で、そこからこの前置血管っていうものも私はあって、でさらにさらに胎盤の中央、この実質からへその緒が出てればいいんですけど、この胎盤がうまく育つことが難しい、この子宮の内膜やったんですよね、私のこの内膜が、ここ内膜ですけども、子宮の内膜、これが、まあ、年齢であったりとか多産であったりっていうことでもう酷使されてるから、子宮の内膜が疲れ切ってるということで、この胎盤がこの内膜から栄養をもらわれへんやんけーみたいなことになっとって、で結局この実質からへその緒を出してほしいのに、それうまくこれを育てることができずに、この青いとこ、この卵膜、この卵膜から私の細胞はここから出ていたという、胎盤から離れたところからへその緒が出てる。でもこの胎盤からへその緒の間もここをこうやって血管そのものが露出したやつが走行している、へその緒自体はここから出ている、この露出してる血管、それこそ子宮の内圧変わってそれが圧迫されたらどうなんの、守るべきものがない露出した血管、怖っみたいな、はい、そういうことが私はあったんですよね。で、冒頭のママさんはですね、彼女も前置胎盤があって、で前置血管がありました。でさらに副胎盤というものがあったんですけどという話なので、今日はその副胎盤のね説明なんですけども、私が命名したこのずり落ち着床というもの、通常子宮の中で受精卵がこう流れてきました、子宮の中にこう降りてきた、さあこの子宮の内膜のどこかに着床するぞってなった時に、この子宮の上の方は内膜が厚いんですよ、下の方が内膜が薄い、なのでこの受精卵は大抵一番栄養をもらえそうなこの子宮の上の方の内膜を選んで、この辺に着床しようつって着床するんですよね。でもそれが何らかの理由で、高齢だったり多産だったり、婦人科の手術の後やったり、あとは帝王切開を繰り返していたり、あと筋腫とかポリープっていう異常を持っていたりとか、あとは子宮内膜炎っていうようなね、この子宮の内膜が人より弱いよ、薄いよっていうような状況がある人たちは、この受精卵がうまくいいところに着床したいのに、いい内膜があらへんやんかってなってしまって、どうするどうするどうする、いいとこないいいとこない、言いながらずりずりずりこう落ちてきて、でもう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 限界限界限界、もうもうどこでもいいから着床しようかって、ね、低い位置に着床しちゃう。でこのここ内膜もうこの辺も薄いんか知らんけど、いやこの低いとこさらに薄いけどいいっすかみたいな、もう
ここしかなかってもう言ってられへんやんって言って着床しちゃったわけよね。これを私はずり落ち着床って言ってるんですけども、こういうことが起きた時にこの低地胎盤前地胎盤になるんですよねっていうのは説明しましたね。で、まあ、この低い位置でもこの胎盤はでもこの赤ちゃんを育てるために一生懸命成長しようとするわけですよ。でも内膜薄いから、いや血管回してほしいねんけど、血管ないし、もうどうすんのどうすんの、これ成長させたいねんけど、胎盤頑張りたいねんけどって言いながら頑張んねんけど、やっぱりここ栄養しっかりもらえなくて、血管があんまりないから、内膜薄いから、でどうなるかって、この胎盤成長させたいのに一部やっぱり悪化、無理、成長できひんって、これが逆に萎縮してしまうことがあるんですね、妊娠初期にね。でもね、この胎盤はすごいんですよ。いやいや、あかんで、赤ちゃん育てなあかんから、維持でも頑張らんとあかんねん、なんか方法ないんかいってなって、でこの胎盤どうするか、萎縮してきた、どうする、分身作ろうってなるんですよ。すごくないですか。萎縮してきたやばいってなったら、この赤ちゃんをちゃんと育てるためにね、分身の術っつって、この萎縮してきた一部がねポコンって外れてね、こうやって分身の術、2個目の胎盤を作ることでこの赤ちゃんを守ろうとするんですね。これが副胎盤って言われるものなんです。まあもちろんね、この胎盤作る位置が悪かった、血流が悪い、なんかよろしくない内膜、そこから来る副胎盤っていうのが、これが一番有力な説にはなってるんですけど、でもね、実際産婦人科の現場にいる時に副胎盤ってね結構見るんです。だいたいね100例に1例ぐらいが副胎盤あるんですよね。産みました、赤ちゃんも元気に育ちました、何にもないお産になりました、おめでとうございます、よかったね、あ胎盤出るよ、あ胎盤出ました、あら副胎盤あるわみたいな生まれてじゃ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 ーんって、そこで初めて知るって、あらまあみたいな、でも赤ちゃん何もないしっていうことがよくあるので、なんかこの説、まあこういうこともあるんやろうけど、ただそれだけではなさそうやなとは思っています。何もなくても副胎盤ある人結構いるからね。でも、まあこの説によるとですね、こうやってこの胎盤がちょっと無理ってなって萎縮するみたいになった時に、分身の術を使ってこうやってもう一個の胎盤を作るというね、そういうことをやる、これが副胎盤というふうに言われています。でもね、じゃあへそのどっから出てるってなるんですけど、へその緒自体はね、このね一番大きなメイン胎盤からちゃんと出すんですよ、こうやってへその緒って。でこの副胎盤はあったら、これ卵膜でこうつながってるだけで、胎盤はあんねんけど、ここから別になんか血管出てるわけでも何でもなくてっていうパターンがほとんどなんですけど、メインの胎盤に対してこの副胎盤ちっちゃいです、大体。でもこれたまにね、二分用胎盤っていうのがあって、二分用胎盤、これはですね、このメインの胎盤とサイズ一緒なんですよ胎盤2個あるで双子でもないのにっていうね、サイズが同じっていうことがあって、これは二分用胎盤って言われてたりもするんですけどもね、まあ、副胎盤と二分用胎盤っていうのがあって、まあ、よく見るのは副胎盤、メインの胎盤よりちょっとちっちゃいねっていうものが、まあ、多いんですけども、まあ、きっとこのママさんの場合は、だからやっぱりこの前置胎盤もあったし、前置血管もあったし、だからその時点で内膜あんまりよろしくなかったんかなっていうのは想像がつく。でそこにさらに副胎盤を作っちゃったってことは、やっぱりこの胎盤かなりこの位置で作っていくのしんどかったんかな、だから分身の術を使っちゃったかなっていう気はしますね。もちろんわからないですよ、予測というか、まあ、そういうことが考えられるということだけなので、こうだっていうことは言えませんけどもね、まあ、そういう理由で副胎盤できちゃったんじゃないかなって思うんですね、はい。で一番最初の1本目の、ね、動画で説明しましたけども、前置胎盤、低置胎盤、そして前置血管、そして副胎盤、これ全部総称して言えることは、要はこの子宮の内膜自体がいろんな何かの原因で人より弱かったり人より薄かったりっていうものがある人たちは、どうしてもこの胎盤とか胎体のこういう異常が起きやすいよねというリスクファクターになるよということなんですよ。でね、この冒頭のこのお便りくださったママさんは第一子だったんですよね。帝王切開とかもやったことないから、切開入れたこともなければ、それで薄くなってるってことはまあ考えにくいかなと思うけど、例えば流産を繰り返されてたりとかっていう場合にも、流産の処置するときにこの子宮の内膜を削ったりとかしちゃうので、それでも子宮の内膜が薄くなることがある。あとは妊娠、人工中絶を何回か繰り返されてる方々も、やっぱりその手
手術の時に内膜を削ってしまうので、こういうことが起きやすいっていうことはあったりするかなと思います。このお便りのママさんがどういうことが原因でこの内膜第一子にもかかわらず薄い状態、この胎盤が作りにくい状態になっちゃったのかなっていうところはちょっと情報が欠けているので、流産の経験、それとも中絶を何回か繰り返した、それとも子宮筋腫とかポリープがあっての妊娠だったのかなとか、あとはなんか以前に性感染症とか起こしたことがある、そういう経験があって、治療はしたけどもしかしたら子宮の内膜自体に何か菌が抱えている状態で慢性的な子宮内膜炎、内膜症とか持ってらっしゃるとか、何かそういう原因があるのかなという気はせんでもないですけどもね。何にもなくてもこれなるときはなるからね、何とも言えないですけどね、そういうことが考えられるかなと思います。で、3本こんだけ喋ってようやく結論なんですけどもね、こういう前置胎盤とか前置血管副胎盤っていうようなことを、これドクターに聞いたら第2子の時も同じようなことが繰り返される率は高いよって言われて、このママさんはドヒャーってなってるんですけども、もし私が今いろいろ言ったこの子宮の内膜が人より弱く希弱だというね、そういう状態がある、これが体質的にそうな人ももちろんいるので、何らかの理由でそうなんだっていうことから来ているこういういろんな異常が起きたんだとすると、やっぱり第2子の時も同じようなことっていうのは起こりうるリスクは、何もなかったお産をしている人たちに比べたらやっぱりリスクは上がるのかなと、そういう答えしか返せないですよね、ドクターもね、分からへんもんね、って思ってたけど第二子全然大丈夫やったやんっていうことももちろんあるからね、何とも言えないんですけど、やっぱり一人目の時にこういうことがあったっていうことは、もしかしたら一人なんかの理由で内膜がすごい弱かったりとか薄かったりするのかもしれへんなっていうのは頭に入れておいてもらって、だからこそ次もやっぱり着床しにくい、そういう状態にはある体なんかもしれへんなと、次の妊娠も同じことを繰り返されることもあるかもしれへんなっていうのは、やっぱ想定した上での次の妊娠にいてもらった方がいいかなとは思います。って言われたら怖いけどってなるんですけどね、でもね、これね、物は考えようなんですよね。第一子の時にこういうことがありましたってなったら、次の妊娠は同じ病院で産む限りそのカルテは全部あるわけよ。だからドクターは何もなかった人たち、ここまでじゃあ胎盤の位置、血管の位置、こんなんそこまで時間かけて見ません。当然上の方にあるよね、血管は実質から出てるよね、最大はね、前置血管なんかまさかないよねっていう前提なので、そんなもう一人一人のね、リスクのない妊婦さんにね、時間かけて全部見てたらね、もう割に合わんそんなん無理なので見ないですよ。でも第一子の時にこういうことがあったっていうことであれば、この妊婦さんはその可能性が他の妊婦さんたちよりも高いかもしれないから、ちょっと慎重に時間とってきっちり見ようっていう風になるわけですよ。ってなったら、他の妊婦が適当に見られて、はい終わりってなってるところを、あなたは丁寧に特別見てあげるよ、同じお金でですよありがとうございます、なんかちょっとセレブですよねみたいな、そんな状態でむちゃくちゃ丁寧に次の妊娠の時は検診で見てもらえるという、めっちゃある意味メリット、ラッキーみたいな、これは前回のこの子がまた元気に、第1子なんやかんやあったけど元気に生まれてきてくれてるんじゃないですか。元気でこんな経験したら次の妊娠はもうラッキーしかないですよね。めっちゃ時間かけて丁寧に見てもらえるからこそ、前置胎盤とか前置血管、こういう出血っていうすごい怖いリスクがあるよって、命取りになることがあるよっていう話をしましたけど、3本の動画でね。ですが、そうならないように日本の病院はしっかりと管理をしていきますので、そんなことにさせません。でもこれリスク知らんかって突然大出血を起こして、うわ前置胎盤やった、前置血管やった、うわーってなるけど、まさかじゃないわけだから、次の妊娠は可能性がある人だもんねっていうことでしっかり見ていくわけだから、怖いことになることはまずないって思ってもらったらいいんかなと思うので、セレブな検診を受けれる第2子の妊娠って思ってもらって、怖いかもしれへんけどね、ぜひねチャレンジしていってほしいなと思います。ということで3本にわたり、1本目は前置胎盤の説明をしました。2本目の動画では前置血管の説明をしました。で、3本目は副胎盤の話、そして次の妊娠に向けてどんな心持ちでいけばいいのかなという話をさせていただきました。妊娠出産はいろいろありますけどね、でもいろいろあるのが人生やし、何か問題が起きたらその時にさあどうしようかって考える、怖い怖い怖い言うてね前に進まへんかったらもうゼロのままで、もういい方向にも悪い方に行きませんからね、たった一回の人生なので、いろいろチャレンジしていってほしいなと思います。
12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。